人間は本当に源流域にあります。自然が豊かであります。素晴らしい自然がたくさんあります。基調公園の方にもつながっていくんですけれども、例えばああそうじゃないって言ってもらえる金ボタルが生息しとったりとか、あるいはボーラムの中で基調公園をしていただきますクラゲの、 あの川辺先生が一生懸命保護活動をされている薄色ヒョウモンモドキという絶滅危惧種もおりますし、それから、羅生門、国の天然記念物羅生門もありますし、もうそういうさまざまな素晴らしい自然がある。でそれを一生懸命何とか守っていきたいねっていう気を持っている地域の人たちの取り組みがある。そういうようなものを何とかグリーンデーを通して発信していきたいなっていうのが1番目です。で2番目は、新見は先ほど の、 あの映像の一番最初に出てきましたように 86%、7% が森林であります。ところが、その森林から、出ていく水はこの高橋川をずっとたどって倉敷まで瀬戸内まで行っとるわけなんですけども、そういうその森のなんて言うんでしょうか、公益性というんですか、そういうようなものについては必ずしも全ての人たちが、上流域の人も中流域の人も下流域の人もが共有しているというふうにも思えないところがあるような気がするんですね。上流に住んでますと時々もうダムで水をせき止めてしまって下流域に水を流さないようにしてしまおうかとか、あるいは色をつけた水を流したら下流域の人たちはどういうふうな思いになるだろうかということを真面目に地域の中で、山の中では議論をしとるところなんです。まあ、そんな意味を含めて森の公益性、水は命の源なんだという森への理解を深めてもらおうというのが2番目のコンセプトです。で3番目は、広い広い岡山県内の中で市町村の中では多分2番目に広い面積を有しています。人口は3万4000人、人口密度が非常に低い地域でありますけれども、人口が少ないっていうことは森の世話をする人もどん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 少なくなっています。そういう意味では荒れた山が各地に点在し、不在地主の山が各地に点在して森林荒廃っていうのが本当に身近なところにやってきています。そういうその山里が抱えている少し危機的な状況についてもご理解をしていただきたいな、それを流域で共有しながらなんとか解決できる方法をこの流域の中で探していきたいなっていうのが3番目のコンセプトです。そういうふうな狙いを持って今私たちが企画をしているのが、このパンフレットの中にあります9月、17、18日鉄製のきらめき広場、鉄製というところを中心に開催をいたします森を、森林を考えるというテーマでのフォーラム、それから、展示、体験、さらにはエコツアーであります。ちょっと紹介をさせてもらうと、これが最も多分重要な話になると思うんですけども、流域でいろいろと5会場で、グリーンデーカレッジということで開催をされます。でこ の、 あのグリーンデーは確かグリーンイベントということで、この数年進んできてたと思うんですよね。で新見に上がってこようとしますと電車がちょっと不便かもしれません、大型のバスを使っていただくかもしれませんし、乗り合わせて来ていただくかもしれませんけども、どうしてもゼロにできない CO2 があるんじゃないかと思います。そういう方々のために準備いたしました。間伐作業であります早稲田大学平山移行ボランティアセンターがコーディネートをしまして、全国の大学生がこの9月の5日から20日まで、新見市の新郷高瀬というところで森林ボランティア活動をやっております。毎日朝8時から5時まで山に入ってチェーンソーを使いながら学生たちは木を切ってます。そのお手伝いをしていただければ十分に CO2 をプラマイゼロにしていただけますので、参加費はちょっとかかりますけど保険はきちっと入りますので少々の危険もあるかもしれませんけども、ぜひともご参加をいただきたいと思います。ぜひ皆さん大勢新見にお越しくださいませ。ありがとうございます。